はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。たっぷりと昼寝をしてしまいまして、寝て起きてね、いやもうちょっと眠たいなとかでうにゃうにゃっとしたらあっという間時間が過ぎるんですね。横になってから早2時間という何してんだお前はって世界ですね。やん、今日は土曜日やしね、ほんまに。でもうすでに5時前でございまして、あれですね、ああもうええね、寝るねとかと思って、横にベッドがあるんですね、あのソファーベッドが。こうテッド横になったが2時半ぐらいと思うんですけどね、もう起きたら4時半ですね。はい、いや1時間は寝てたんですけどね、残りの1時間はね、うにゃうにゃーとあの横になりながらふーっとこういろんなこと考えてたんですよ。もうそれで時間が過ぎます。いけませんね。世の中もいけます特に中国はいけません。ロイターですね、これは昨日18日の朝出た記事なんですけども、中国不動産の碧桂園、中小都市で薄利多売が裏目にということでですね、2分で読むと書いてありますけど、まあ、ちょっと読んでいきますと、経営危機に陥った中国不動産開発大手の碧桂園カントリーガーデンというですね、緑という字に桂という字に園という字ですね、は中小都市で暮らす人々に最上級の生活を提供すると約束して事業を拡大してきたが、それが苦境の原因になっている。そうなん、うんと。すでに財政が悪化している中小都市は碧桂園の危機によって、未完成の住宅があふれ返り、中央政府が回避しようと努めている社会問題につながりかねない。碧桂園は昨年北部の徳州市や南部の、読めへんこれ これは読めへん。シゲっていう字は何て読むんでしょうね、これね。音の読み方を知らん、よう考えたら。もっとも読みますけどね。まあすみません、そういう名前の町といった、いわゆる三線都市、四線都市からの収入が売上高全体で 62% を占めた。向こうはね、1線級、2線級、3線、1線都市、2線都市、3線都市で、1線都市とかっていうのはですね、もうあの超一流の誰でも知ってるような街ですね。でだから3線都市って多分それでもね、人口100万人ぐらいなんですよ、向こうの街場合。日本で言えば政令指定都市クラスちゃいますかね。それが 62% を占めた。また同社が開発用に仕入れた土地の 75% 以上はこれらの都市である。新型コロナウイルスの感染を徹底的に封じ込めるゼロコロナ政策の実施に加え、その解除後も中国経済が低調に推移していることで、中小都市の不動産販売と物件価格は急減してしまった。中国国家統計局が調べた最小規模の30今年の新築住宅平均価格は6月まで17ヶ月連続で前年割れしていると、まあ下がってきたということですね。ちょっと飛ばしまして、碧桂園は薄利で素早く大量の物件を販売する事業モデルで成功を収めてきた。規模拡大を達成したのは地方政府から安いコストで広い土地を取得できた面が大きい。3月には同社の楊健かな、読めへんわ会長は昨年の中核的利益が 90% 目減りし、61億円もの純赤字を計上したことを受け、中小都市での事業を縮小すると発表したが、すでに手遅れだった感は否めない。そういうビジネスモデルだったんですね。そこまでは知らんかったわ。オックスフォードエコノミクスはリポートで、碧桂園が抱えるプロジェクトは中国全省にまたがって3121件、3121件やって、ふう
3121件ね。1物件が100戸にしたところでですね、それだけで30万戸ということですね。昨年日本全国でですね、分譲新築販売されましたマンションの戸数は確か7万戸ぐらいやったと思うんですけどね。はい、に上り約800件程度だった中国恒大集団よりもマクロ経済に対する脅威はより重大との見方を示した。恒大800件、中国全省に3121件、800件でもすごいですよね。800件でも一住戸200戸としたら8万戸ですからね。地方政府の歳入は不動産セクターの課税や土地売却に負う部分が非常に大きい。野村のチーフ中国エコノミストルー・テイン氏がまとめたリポートによると、昨年の地方政府の歳入に占める不動産セクターからの税収は 6.9%、 土地売却は 23.9% と合計で3割以上だった、それでも昨年ですよ。昨年ってもうね、バブル崩壊してるんですよ。まあ、もうそれでもそんだけあったということですね。で、今年はほとんどそれがなくなったと。いう話ですね。最後の方いきますね。PGIM フィクストインカムのアジア首席エコノミスト、カーウィン・ベル氏。は不動産とその関連セクターは依然として、中国国内創生産の重要部分で経済活動と地方財政の足を引っ張り続けている。不動産がもたらす負の波及効果を食い止めるには、これまで当局が受けていたよりもずっと大規模な財政刺激策が必要になるだろうと述べた。まあ途中飛ばし行きましたけれども、貼っときますねこれ。中国のですね、不動産あかんでってなったのは実に2020年の終わり、今から約3年前なんですね。でいわゆる3つのレッドラインっていうのができたのも3年前なんですね。でそこでやばいでって言ったけど、多分2021年とかねはまだやってたんでしょうね。仕入れて今多分ほぼ止まってるんちゃうかなと思うんですけど、で中国ってね、悪いニュース、共産党にとってのバッドニュースは流れませんからね。だから地方都市とかではそんな知らんやんとか言ってマンションまだ買ってる人がいっぱいいたということでしょうね。ですんで、やっぱりねという感じで、まだ21年22年去年あたりまではこう回ってたと、一部回ってたと言うべきなんでしょうね。それが今ほぼ完全に止まったと。ということはね、これからますますね深刻になるということなんですよ、中国のですねこの不動産業界というものは。いやそれでですね、当局の財政支持とか言ってますけど、ならへんねん。さっきも言った通り金ないんねん、実際のところ内装では触れない状態なんですね。だから今後このこう中国の経済がどうなるかって言ったら、こんなん知らんやんの世界中ほんまに。いや落としどころがないんですよ。なるようにしかならへんって、もう見てるしかないんでしょうね。やりようはあるんですよ。でもどっちにしろね、恐ろしい結果待ってるわけですよ。でこのままズルズルっと行くしかないけども、ズルズルっと行ったらどうなるのかっていうのもようわからんようわからんけども、まあ行くところまで行くしかないんでしょうね。時間が全てを癒すぐらいの感じでですね、なんせ法制度とかねちゃいますからね、もうどうしようもない。共産党が支配するのにね、都合のいいとこだけ資本主義的にやってきたわけですよ。で今あかんようになってですね、資本主義的に解決しようとしないでですね、社会主義的に解決しようと思ってるからまたぐちゃぐちゃになってると、そういうことなんですね。
はい、ということでこのロイターのアドレス貼っておきますんで、今飛ばし飛ばし行きました、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。